おはようございます。釣り子 TV です。ディスタイルのね、新しいやつビローラが釣り具屋さんに並んでましたよ。これは待ったな。去年ぐらいにね、ディスタイルカップで参考でこう展示されていて、で実際ね、その釣りの大会の時、青木プロもね、これで結構亀山バスをデカバスをですね釣ってたんですよね。でいつか発売されるのかってこうね、ちょっと首を長くして待っていたら、ついにですね発売開始となりましたね。でいくつかね色は選べたんですけども、このワカサギカラーっていうのを買ってきましたよ。で 2.8 インチってことですね。こんな感じの、ディスタイルのこのマークがバシッと入ってるんですね。使用済みワーム、パッケージのポイ捨てはやめましょう、釣り場は綺麗にということで、まあ、詳しい使い方とかはね書いてないんですけども、まあいろいろあの D スタイルのねホームページ行くといろいろな水中映像なのかな、あとは使ってるそのどうやって使うんだなんていうのいっぱい見ることができますんでね、分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、じゃあ早速ですね開封していきたいと思います。じゃあ、はい、ほい、あ、バラバラになんないように結構厳重な梱包がされていて、型崩れしないようにという親切設計ですね。はい、一匹出てきてもらいました。ビローラー、こんな感じ。あー、わかりますかね、この口のところがちょっとこうへっこんでるんですよね。こうで、頭は基本的にトゥルンと丸くなっていて、で最初からこう目玉がで、ちゃんとすぐ外れないように、あ、上からね、こうちゃんとなんか透明の溶かしたワームみたいに流し込んだようにしてくれてますね。これによってなんかちょっとエラブタみたいな凹凸にもなってくれていて、結構ねちっちゃいながらすごい細かい作り込みですね。ピラピラピラーとなって繊細だけど細かい仕事がしてありますね。で縮ボディになってます。これからの時期ね、ほんと水面の脇掛けのピクピクとかがねすごい効くシーズンになってくるんで、でね、あれほんと浮いてないとダメなんですよね。まあ当たり前なんですけど、その浮くっつってもその浮きにもなんというかな、イメージ的に3段階ぐらいあって、こう水面の上にポンって浮いて、まあフロッグみたいに浮いてるタイプと、あと絶妙にこの水面の喫水線っていうんですかね、このちょうどよくボディが入っているのと、あとはねちょっと重めだと一部しか出てないような、こういった、まあ、3種類の浮き方とかになって、まあどれがいいっていうのはその状況によって変わるんで、まあビローラはどれなんだろうなと思うんですけども、でもね結構肉厚で、こっちはすごいなんていうか腹側がすごい肉厚に作られているんで、小さい割にかっ飛んでくれそうだなというところと、あとはこの空気質がしっかりと、確保されているんで、だから本当にガチで浮かしたいななんていう時は、ここをなんか接着剤もしくは溶かしたワームでこの穴を埋めれば、空気質から空気出ないようにすればパンって浮くようにまずできるのかな。でもこれは多分ねちょうどいい空気逃がしにもなるだろうし、このソフトさにも一役買ってるんだろうななんて思うんで、とまあ見れば見るほどまあ釣れ線ルアーですよね。
まあ、ここからしばらくまずはピクピク使いね、脇掛けが強くなってくるんじゃないかなっていう時期なんで、それでまあアフタースポーニングが終わってくると、今度は縦刺しっていうかね、頭にこうちょん掛けして結構素早くパパパパパって逃げる、そういった使い方になってくるんじゃないかな。またね、これだからジグヘッドにつけて、なんだろうな、大好きなちょっとシャットシェイプワームなんかともボリューム感が比較的似てるのかななんて勝手に思ってるんで、そうですね、だからジグヘッドのミドストにも効きそうだし、はたまたね、これはまあスモラバのトレーラーとしてもね、この中空ボディのところが効いてくれて、まあ、例えば 1.3 とか 1.8g とか、普段の 0.9g 基準に使ってるんですけどね、それよりちょっと重めのスモラバをセッティングしても、この中空ボディと相まってゆっくりと誘ったりするのにも使えるんじゃないかななんていう風に、期待しております。何にしてもね、乗りに乗ってる青木プロが作り込んだワームってことだから、まず持って釣れるのはもう間違いないよななんていう風なところで、重さね、ビローラの単体での重さも測っておきたいと思います。こちらね、 D スタイルのビローラ、新しいねこういったワームですけども、何グラムでしょうか。単体で 2.3g、 針をつけたら 3g ぐらいになってくれるのかなっていうところですけども、まあ、非常にどうでしょうか。まあまあまあスピニングで使うっていうのはまあもちろんですね、多分ベイトだとちょっと投げづらいかなっていう重さの感じなんで、そうですね、まあ自分だとそうですね、細めの 0.85 とかの PE ラインに合わせて使うか、はたまたまあ4ポンドとか3ポンドのラインでピクピク使いするかなんていう風に考えておりますけども、まあ、針先をしっかり隠してね、普通のオフセット針をつけて、ノーシンカーで、カバーに入れ込んだりしてもいいんじゃないかななんていう風に思いますんで、ちょっとね、まあ、何にしてもどうでしょうか、この新しくいろいろ出るワームの中ではもう抜群に、釣りにかかってるね、本気で釣りに行くワームになってるんじゃないかななんていう風に感じております。何にしてもこんなのいっぱい泳いでますよね、ちっちゃいのね。もう期待は膨らむ一方ですけども、早速ね、関東のダム湖でいろいろ使い込んでみて、こんなセッティング、こんな針が具合良かったですよなんていうのを、引き続き紹介していければななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り講 TV はですね、青木大輔プロの、ディスタイルからですね、新しく出た、新製品のワームですね、ビローラ、これを一つ買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。カバーにスッと入れたら糸がモンモンモンと走って釣れてくれました。くい、そのままくい、くったー、よっしゃ、いい感じで吸い込んでくれてね、ガチッとね釣ることができました。よっしゃ、ブーのフィッシュ、さあさあさあ、ブーにでっかいバス来ましたよ。